前回の続きなんですけどね、息を作ったんですけどもね、サトウキビが詰まりてないですよね。じゃあトラックのやつをね、つけてみましょうかね。この工場自体がこっちに面してますよね。こっからここに運ばないといけないのかな。いや、そんなにいらないよ。当てつけか。どうしたらいいんだろうな。いいからやってみよう。とにかく
これじゃダメなんだろうね。どうしたら出荷できるのかな。じゃあなんで足りられないの？
家のコーヒーを運ぶときにどうやってるか見てみましょうかね。とにかくちょっと時間が来たので、今回はここで終わりにしたいと思います。